今日は久しぶりにレザー回ですね。よろしくお願いします。いや、私さ、原神で一番好きなキャラクターってレザーなんすよ。原神のキャラクターで一番好きなのはフータオかもしれんけど、まあ、レザーは、まあ、一番最初に使い始めたアタッカーだからずっと思い出深くて、まあ、レザーといえば物理キャラで、ね、まあ、武器相性がいい末路で、生物が蒼白血染めで、命の星座が貫突で、テンプレベル10、10、33です。はい、スコア 45.7 の蒼白、羽が 53.7 の血染め、時計がもう一声欲しいけど 31.2 の蒼白、坂崎 42.8 の自由枠、氷坂崎物理バフ、冠が 28.6 です。よろしくお願いします。まあ、ガチレザー、率75ダメ146ってことで、めちゃくちゃ綺麗な1対2で、まあ、原茶はもうちょいやってもいいけど、レザーくん、まあ別に爆発使わなくても火力それなりに出るんで、まああんま気にしなくていいかな。で、なんで神団長かっていうと、ヒーラーが欲しかったからだね。いや、いつもレザーダナちゃんでやってるんだけど、まあ今日はちょっとロサリア入れたい気分だったんで、ロサリアにしました。うぃー。まあ私のレザー極まってるんでね、超電導がなくても、スライムに、岩スライムに対して1万ダメージとか余裕で入っちゃいます。マジ？なんかちょっと、鼻がやられたかもしれん。で、これがレザー君の究極奥義、ドラゴンストライクですね。空中に飛び上がって、段差もないのに突然モンスターを踏み台にして飛び上がって落下攻撃をお見舞いする。で、落下攻撃は経路上の敵に対して、何パーだ、落下攻撃、落下経路上の敵に対して173%か。で、着地した時に、まあ、低空落下になるから、まあ、347%で、まあ、落下経路中15,000、落下ダメージで30,000みたいな、一発の落下攻撃で4万ダメージぐらい叩き出しちゃう、エグエグレザー君になってるんで、めっちゃ強いよね。いや、レザーの強みは、まあ、あれかな、通常攻撃の最初の3発の発生が早いんで、うん、まあ、エウルアとか、まあ、エウルアの方が正直強いんだけど、あ、まあ、エウルアとの差別化点だな。通常攻撃の発生がマジで、最初の3発早いから、探索とかでモンスターをなぎ倒していく分にはレザーの方が快適かなとは思います。うん、ボキのエウルアより強い、まあ、エウルアは元素爆発の火力がバカ高いから、まあ、エウルアの方が強いかなとは思うわ。でも、まあ、レザー君も極めたら全然負けてない。いや、タルタリアでテンプレベル11になってるしね、そもそも。で、ロサリアのバーディクトで物理耐性 20% 下げて、超電導で 40% 下げて、 60% 下げれば物理耐性が 70% ある遺跡ハンター、違う、遺跡守衛に対してもちゃんと打点があるね。うん、どうなんだろう。さあ、じゃあ行くぜ。はい、元素爆発バーディクト。で、もともとこいつら人型なんで物理耐性超低いから、レザーのかもよ、2万ダメージ。ライデン第2章は 2.5 か。なるほど、助かる、ありがとうございます。まあ、ナヒーダに関連するボスキャラだとは思うわ。ワンチャン博士あるしな、落下攻撃で4万8000ダメージとか出してんのやばすぎるな。強いね、レザー4万8000ダメージ。ちょっとまあ末路とか入ってるけど、俺はもう普通のアタッカーキャラのスキルとか、まあ、ちょいちょっとそこら辺のキャラの爆発ぐらいの火力が出てる。レーザーのドラゴンストライク気持ちよすぎだろ、強っ。でも戦えるゲームだからな、マジレスすると。レーザーのドラゴンストライクに全振りした、うますぎる。1、2、3段目ドン、元素スキルからのドラゴンストライク、タルタリアの BGM、 ジャクダの BGM、 シニョーラの BGM、 ハズレがね。さあ、じゃあ終わらせに行こう。効果発動させて移動速度上がってドラゴンストライク、いらない。 How to Dragon Strike Fall、 ダッシュ&ジャンプ、ダッシュしてそのわずかなモーメントの間にジャンプをコマンド入力するね。英語喋れない。ダッシュしたほんの直後に、うん、レザー推しだからレザーメイン回嬉しい。いや、レザー推しマジで少ないからさ、しゃーない。なんかレザーって配布ないじゃん今まで。レザーが最後に多分ストーリーに絡んだのってバージョン 1.4 のウィンドブルーム祭で最後ちゃう。いや、レザーマジ不遇。いや、 1.4 のウィンドブルーム祭から絡みがないし、ピックアップ回数も原神の星4キャラの中で一番少ないんじゃないかな。ピックアップ回数少ない。で、まあ、物理キャラだから正直強くはない。
配布もない、イベントも出演ない、フグだけど私は一番最初に使ったアタッカーがレザーだから、レザーは使うぞ、好きって言ってくれる人がいるとちょっと嬉しいわレザー。うん、序盤マジで強いんだよねレザーは。さあライデン将軍 VS レザーです、よろしくお願いします。初手なぎなたからか、やりモードからね、お願いします。雷鳴、この範囲攻撃強すぎだろマジ。パララッ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 、神 BGM、 うへぇ、ドラゴンストライク1、2、3、ドラゴンストライク、この目で属性を見届けましょう。どれ、これ攻撃したいのね、バーディクト、ちょっともったいないか、バーディクトノックダウン取れる、オッケー、超電導発動させてドラ幻想爆発、うい、1、2、3、大ジャンプ4、1、2、3、やるね、効きませんよ、雷耐性 80% 上がってますからね、やばい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 、オッケー、危なっ、これ食らったら死ぬよね普通に、遅い、滑稽です、やばい活性化しちゃう、来た永遠の守護者モード、うどんですね、風の神よ我らを導きたまえ、断絶、BGM マジで神なんだよな。あっこえライデンマジできつい、いや終ボスの中でいっちゃん強いもん、体力多いしね、しかもあんま弱体化してない、ライデン将軍弱体化したんかな、今まで終ボスみんな強くてね、何らかしら弱体化されてるんだけど、なんかむしろ終ボスは強い方がみんな嬉しいんだよ、1週間に1回しか戦えないから格を下げてほしくなくて、なんかねトワリンとかも、トワリン、アンドリアス、サルタリア、シニョーラみんな強くなってほしい、その方がテンション上がらん、私はテンション上がるな、いやクリアするのきついけど1週間に1回は頑張れるやろ、いや多分スメールのボスもこんくらい強いんだよな多分。さあライデン天国ゴールド、リズム天国ゴールド来ました、勝利入れれば余裕はそう、ウェイ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 、ダッシュ&ジャンプ、あやべ、うまい、で元素粒子拾って二突効果発動させて、OK 避けました、爆発切ります、レザー爆発切ります、スキル大ジャンプドン、123大ジャンプドン、1ドラゴンストライク、うますぎる、末路入って、うい、強すぎる、なかったのですね、これが最強のレザー使いの物理レザーですわ、あー気持ちよかった、こういうことなのよ、落下攻撃で5万とかね、で経路上の落下攻撃も当たってるから一発で7万とか8万とか入ってんじゃない、あー楽しかった、やっぱライデンの BGM なんすわ、キーボードでドラゴンストライクできるの？私はキーボードでやってるよ。まあなんか、コントローラーはもっと簡単なのかな？わかんない。でもスマホでもできるよ。スマホでも。なんか、スマートフォンでも、結構ドラゴンストライクできる人は結構いるよ。まあ、ドラゴンストライク消えたらちょっと嫌だな。せっかくレザーに残されたテクニカルな要素で、火力も出してきる要素だから、消さないでほしい。
それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。またね。